ミスターチルドレン、光のアトリエで虹の絵を描くは日本のバンドミスターチルドレンのの22作目の映像作品。2017年12月20日に DVD とブルーレイディスクで発売された。2010年に公開、発売されたドキュメンタリー映画ミスターチルドレン、スプリット・ザ・ディファレンス以来約7年ぶりとなるドキュメンタリー作品でドキュメンタリーとしては4作目となる。 2016年4月から開催された約22年ぶりのホールツアーミスター・チルドレンホールツアー2016日時、ミスター・チルドレンホールツアー2017光のアトリエのライブ映像を中心にリハーサルや舞台裏などのドキュメンタリー映像を交えて収録。特典として本編映像から12曲を収録したライブアルバムが付属し映像特典として 稲垣哲郎が監督した光のアトリエのミュージックビデオを収録している。ドキュメント1オープニングおとぎ話ドキュメント2ドキュメント 3U メイクミーハッピーピアノマンドキュメント4クラスメイトドキュメント 5MC 妄想満月2時の彼方へドキュメント6印心 MC ドキュメント7光のアトリエドキュメント8メインストリートに行こう飛べドキュメント9を終わりなきたビエンドロール 特典映像光のアトリエ U、メイクミーハッピーピアノマンクラスメイト優しい、歌妄想満月虹のかなたえ印彩り光のアトリエメインストリートに行こう飛べ終わりなき旅。ありがとうございます。